待て、コーネルピン。こんなところまで追いついてくるとは。行け、お前の力を見せてやるのだよ。邪魔しないで。な、ゼロム憑依兵がこうもたやすか。バカな、バカな。ゼロム憑依兵こそ我が輩の力、我が輩の夢、教会もシルバも叩き潰し、我が輩の天才を知らしめる切り札だったのに。人のスピリアを利用して戦わせるような人間が天才なもんか。そんなのはモロキューでアボカドな、しょぼくれタマスケ野郎だ。言わせておけば。あれは琥珀のスピルーン。どいつもこいつも、どいつもこいつも、どいつもこいつも、大天才たる我が輩を苔にしやがって、全員ぶっちぶちにぶち殺してやる。スピルーンと同化する、自分からゼロム憑依兵に。これだけじゃないぞ。ギザワはバラバラに逃げやごう。ゼロンとスピルンの力味わえ。これでどうだ。勝てた。バラバラなんてごめんだよ。琥珀のスピル返しやがれ。我が輩の怒りではかなわんというのかね、ローレンツ。ガキシルバ、あの女、どいつもこいつも我が輩をコケにしやがった。なるほど、あの女ね。はあ、やっとスピルを取り戻せたね。我が愛の怒りが、怒りが、コーネルピンの怒り。じゃあこれは琥珀の怒りの感情。どうしたんだ、早く琥珀にそれを戻せよ。うん、でも数と状況、どうする。平和のため、お前たちを殺す、殺す。
ソ、スピルンガ、てめえ何しやがる。お兄ちゃんダメ。コアク、あれは機械人間。敵勢力を視認、排除行動を開始する。最優先攻撃目標捕捉、存在を抹消する。ではまとめ、お前たちを。クソさん。最優先攻撃目標、機能停止、排除完了。続いて包囲戦力の掃討に移行する。なんなのあれ。あいつは地下の部屋にあった。クオーティアの遺産が復活するなんて。琥珀、こっちよ。手紙の届け先？わかった、あそこだね。待て、お前たち。よし、あの化け物がゼロム兵を引きつけてる隙に逃げるぞ。待て、お前たち、停止せよ。うおー